こんにちは、着付け講師の素直です。今回は新企画、視聴者さんとお買い物というわけで、大阪高島屋さん6階にあるマイセルさんに来ております。今回の企画は視聴者さんに実際に来ていただいて、一緒にリユース着物を買い物するという企画です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。こちらパンコさんです。お買い物の時のお悩みとかってありますか？同じような着物を見つけた時に、どういうポイントでどちらを選べばいいかっていうのが知りたいです。なるほど、取捨選択の仕方というか選び方ですね。わかりました。それでは早速見ていきましょう。おパンコさん、すごい季節感が出てきていいですね。この間道の駅行ったら、はい、売ってました。だけどめっちゃゴロゴロしてた。美味しいんですよね。めっちゃ可愛いですよね。こういうのをちゃんと季節ごとに使えるようになりたいなって思います。わかります。一瞬なんやけど、ね、閉めてたらかっこいいですよね。そうですよね。で後ろを見るとタケノコドーンっていうのが素敵、ね、色も、ね、素敵、いい色ですよ ね, ね。こういうのがおしゃれやな。この下は首袋かな。かっこいいですね。かっこいい。わー、折り方がすごく独特、でも紬とかに合わせたらいいですよね。かっこよさそうですね。紬、うん、の付け下げとかに締めてお食事とかに使います。これミンツズレじゃない？いやー、細かい、すごい細かい。この辺の色使いが可愛い。好きです、この辺の色。ミンツズレって今すごく価値が高くって、はい、裏側も同じようになってるんですよね、はい、成功に売られてて、なのでなんかこの表地が傷んだら、はい、裏返してまた仕立て直すと新品同様になるっていう。なるほど、ちょっとレトロでいいです ね, ね。これから一重の時期やから、そういう軽い髪が欲しくなりますね。欲しくなりますよね。さんは紬が多いですか？いや、断然多いです。この辺めっちゃ好きです。ここ、紬の宝の山が。どんな感じがお好きですか？藍色とか、うん、落ち着いた色味が好きですね。可愛いとかも好きですよね。いいですね。なるほど。でも、見流れそう。うんうんうん。なんでしょう。建物っぽいですね。うん、あ、なんか八坂さんみたいに見えた。色がいいですね。渋い色です。ああ、いいじゃないですか。あんまり選ばない、ちょっと明るめな色ですけど。あ、絞りになってる、ね、かっこいいね。色がいいですね。草木染めとかやったらいいですよね。こっちもいいですね。あ、こっちもいい。今暑いから多分こういう明るめの色目いきません。そうですね。いいじゃないですか、この色がいっぱい入ってる感じが。水色がまた効いてて、効いてます ね, ね。いいですね。かわいい、たまら。着物を選ぶときにどういうところをポイントで見たらいいですか？ユース着物見るときに注意して見るとこがあって、よくしつけ糸ついてたら新しいからラッキーとか思ってたんですけど、はい、でも実際にそういうのを買ってきてみたら、ビリってお尻がいっちゃったりとか、前が縫製がだんだん開いてきたりとかすることがあって、はい、しつけ糸ついてても糸が弱ってることがあるんですよね、はい、特にこのお尻のところ、この辺なんですけど、売り物やからあんまできへんけど、優しく開いてみて、はい、ぴっちり縫い目が詰まってたら全然大丈夫で、なんか逆にビリッといくやつは、はい、わーって開いたりするんですよ。糸がもう緩まってて、そうすると何かの拍子にビリビリっていっちゃうから、まず糸をこう見た方がいいと思う、はい、そうすると、いい着物って、はっかけもいい、はっかけがついてる糸が多くって、はいはい、この着物の場合、ちょっとしぼが出て、ね、すごい珍しい八掛けがついてますよね、はい、普通の八掛けとちょっと違うから、うん、多分元の持ち主の人がすごくこだわって作らはったとか、はい、いいものやから八掛けも裏も綺麗なものを使ってるっていうのがあって、はい、八掛けを見ると表地のその良し悪しも分かったりします。八掛け結構印象変わりません？変わります。歩いてる時とかパタパタ見えますもんね。割とやっぱり八掛けも暗めの色が好きで、黒の八掛けとかもすごい好きなんですけど。いいですよね。かっこいいですね。いつも似てるけど、でも違ったみたいです。これ島の紬に絞りがかかってるんですよね。生地に光沢があって、ね、こっちの八掛けもめっちゃかっこいいです。
どっちも素敵。袖口とかチラッと見える感じですよね。あとドーラも見といた方がよくって、はい、ドーラが時々黄ばんでるやつがあるんですよ、はい、でそれはなんかノリがついてると黄ばんでいきやすくってっていうのがあって、はい、黄色いとやっぱ全部仕立て替え時に交換しないといけなかったりするので、はい、中央部分も見といた方が綺麗です、はい、どっちもすごい。マルアライ好きなんですって、バイセルさんも。すごい、それって安心して着れますよね。一番気になるとこですよね。そうですね。身長の割に息が長くて、なかなか理由好きなので、息が見つけるのが難しいんですよ。息何センチですか？69あるんですけど、普段着物で、やっぱり65は欲しいかなと思います。ちなみにちょっと見てみましょうか。はい、こちらが64、ちょっと足りひんな感じですね。ちょっと足りないですね。ご身長何センチでしたっけ？156です。156、見丈はバッチリ足りるけど、こっちも156センチだったら見丈はバッチリしやけど、62はちょっと短いかなって感じですね。そうですね。なんとか襟の形状で広襟やったら4センチは伸ばせるんですよ。はい。だけど、でもやっぱちゃんと着たい気がしますね。やっぱりそこからの4センチが自分のもともとの長い分があるから、あ、なるほどなるほど。あと65ギリ、せっかくやったら68とか欲しい。どっかにあると思う。あ、65。おお。十字差し子みたいな感じ。すごいですね。すごい一重。さらっとしてて良さそう。ちょっと出してみます。幸せやすそう、この金銀ちょっとの具合が使いやすそうですね。グレーは使いやすいですよね。そうですね、グレー伸びて実はそんなに持ってなくて、今回そうなんですか。この生地がめっちゃ使いやすいです。こういう毛のみは最近作られてるものやと思うので長めに作られてると思う。アンティークっぽいのは短かったりするんですけど、はい、これが袋の見分けと思う。名古屋と袋の見分け方、簡単な見分け方があって、はい、半分にして半分にしてもう一つ半分にした時に、はい、角っこをこう三角に軽くね、はい、折ってみるんですよ。名古屋帯やったらこの幅よりだいぶちょっとしか余らないです。袋帯の場合はこれと同じぐらいここが余ってくるんですよ。で今回半分以上余ってるからめっちゃ長いです。この帯現代物なんで長く作られてるから。ポイント柄の時おバッグ前に柄を持ってこれなかったりとかっていうのがあるんですけど、この辺ってどうしたらいいの？柄から後ろの柄までが短いともうどうにもこうにも絶対無理みたいなのもあるんですけど、こういう現代物の帯は大体柄とかで離して作られてるので出やすいと思います。はい、挑戦してみます。こっちやったときないですけど、じゃあ灯台も難しいですね。さて雪は何センチでしょうか。お、67、すごい。持っていきましょう。こっちもあります。すごい、ヨスリないでもね。この帯とまた合ってますよ。合ってますね。67.5、いい感じ。帯も見ます？ですね、帯さっきのでもあのグレーいいですね。あれグレーいいと思います。使いやすいと思います。あとこういう系も持ち用みたいなヨロ系になってる。すごい涼しげじゃないですか。芯が透けるようになってるんです。涼しそう。この組み合わせにして帯締めとか濃い色したら切ってしまうんで、はい、かっこいいですね。これもかわいい。あ、かわいいですね。あの身っぽい。かわいい銀型で、あ、生地もちょっとシャリ感があるから一重の時にいいかも。普段使いって感じですよね。そうですね。これすごいですね。が小さいも細かい。素敵すぎる。これ何？あ、ヨット？ヨットみたいな。そうですよね。一周全部絵になってね。すごいですね。この生地珍しい。ね、右の袖の後ろもこんな。次こちら絞り。
あと縫製の良し悪しを見るポイントがあって、はい、襟をこう畳み込むところがチリッとこれ揃ってますよね。縫製が上手やとこう揃ってるんですけど、ここがちょっとずれてたりとか合わないんですよ。なんでここのとこ私結構見ます。ニュースやと一番着てるうちに擦り切れてくるのが裾で、はい、よく着てるとここ、うん、なんかモロモロになっていくんですよね。これやったらシーツケートついてへんから、はい、もしかしたら着てはったかもしれないと思って、うんうん、で裾見て、はい、擦り切れてたりすると、はい、仕立て直してちょっと入れてもう一回やらなくてするから、はい、裾見といた方がいいと思います。これは綺麗。お袖の丸み、長襦袢が最近のものしてて、はい、袖が丸みがこうきついもんやったら長襦袢が飛び出てくるかもしれないんで、うん、ここ見たりとか、はい、でここも結構擦り切れるとこなんで、これは綺麗ですけど、はい、見といたらいいかなと思います、はい、めっちゃ状態いいですね。そうやし、いいですね。こんなところに胴抜き仕立てで、なので暑がりな人で、はい、合わせの時期もちょっと汗かいちゃうとかいう人はこの胴抜き仕立てにして、はい、ここは一重なんですよね、はい、上半身、はい、でも裾はちゃんと8ヶ月になるから合わせの時期で、はい、軽いからですね、うん、緑がすごいいいですね。かわいい。博多の帯とかしたいですね。いいですね。博多帯大好きです。パリッとするじゃないですか。しますね。締めやすいです ね、 ね、すごい好きです。今年はちょっと明るい色を少しずつチャレンジしたいなって思うんですけど、でちょっと黄色っぽい色はなかなか肌の色と合わせるのも難しかったりするので、ちょっと鏡で見ます。この辺の色とかぼかし加減が本当に合いそう。秋一重とかに貼って、はい、秋やから冬にかけて、はい、合わせ着なあかんからっていう時にちょうどこの8ヶ月ついてるからちょうどよくて、うん、10月とか全然暑いじゃないですか。暑いですよね。そういう時また重宝すると思う。毎日いいですね。年齢を重ねても着れる明るい色っていうイメージが。あー確かにこれ飾ってあったんですよね、はい、うわー博多でこういう色の帯を持っててぴったし、ね、いいですね。156センチのご身長なんで、身丈160、おはしょり出すのぴったしいける、ゆき67、十分ですよね。十分ですね、すごい。その丈いつも49ですかね。49です、はい。前幅22がちょっと狭いのかな。そうですね。後ろ幅30はまあまあそんな感じ、はい。前幅が狭い時の着付けっていうか、コツというか。前幅が、ここが狭い時は、はい、この左の脇縫いがちょっと前に来ると思うんですね。はい、こっちがここまでしかないからって、はい、狭いので、この左の脇縫いと右の端を必ず左右対称にするようにすると、はい、前からの見た目は違和感なく着られます。で、そうすると背中のこの接中線が揺れるんですよ。はい、ずれて接中心真ん中行ってへんやないかってなるけど、はい、でもそれよりこっち優先させた方がいいと思います、はい、こことここ合わすようにしたら、はい、そんなに違和感なく着られると思います。座る時とかにちょっとかぶせ気味にして座るようにすると前も空いてこないんで、はい、いいんじゃないかな。すごい素敵。こういう帯とかあります？博多の泥染めの帯とかだったら合うんちゃいます？泥染め、なんか今パッと見てこういう大島の半幅帯でリメイクのものとかあったらかっこいいなと思って、染めの着物に織りの帯になるからいいですね。ねえ、小石の帯持ってきたらピッとお腹周りが締まって細見えしそうな感じ。細見え重要ですね。重要ですね。リユース着物で見ておいた方がいいポイントがあって、はい、色焼けしてる場合が結構あるんですよね、はい、陳列とか長いことしてたりとか、うん、あとお家に置きっぱなしやとこっちの色とこっちの色、これ背縫いのとこなんですけど色が違ったりするんですよ。これは全然一緒やから備品なんですけど、うん、はい、左右の下前の色が全然違ったりとか、うん、特に水色系とか、はい、ピンクの薄い淡いよくある色とかも結構色変してることがあるんで、うん、全然違う部位で比べてみて色が変わってないか見といた方がいいです。あとシワになりにくさは、はい、大事ですよね。大事です。座ったり立ったりを繰り返せるとやっぱり後ろがすごくシワが寄ってしまうのでそれを避けたいなっていうことで、はい、生地をキュッて触ってみて、うん、全然シワならへんから丸っていう感じで、はい、あと、はい、いい機能やったら、はい、手でギューって触ってたら、はい、結構すぐ抜くとこ
くなるんですよ、はい、でポリエステルとかだと触っててもずっと冷たいままだったりするんで、はい、ちょっと触れてみて、うん、温度感とかも調べとくといいかもしれない。大島ってひんやりしてるんですけど、はい、触ったら結構すぐに太くなるんで、うん、なるほど。ポリエステルとは全然違いますね、うん、温度でも分かったりとか、うん、これ素敵な色合いですね。素敵ですよね。白は英純先生の瓶型みたいです。何本かこの店舗にはあるらしくて、はい、一品物なんですけど、はい、いろんな藍の色があって素敵ですよね。素敵。この辺の濃淡がすごく素敵。すごいです。その絞り。あ、でも訪問着になった。刺繍ですか？サワラ刺繍ですね。ここわー、すごい。キラキラになってる。わぁ。うわーしか出てけここも。あとは、こっちも一品物。あー、あかね染めですね。そうですね。赤根染め今めっちゃ幻なんですよ ね、 ね。すごいかっこいい。この2つの瓶型も白間英純先生なんですって。こっちは全部振り袖みたい。かわいいですね。すごい。娘ちゃんいつの日か。そうですね、見せてあげたいです。めっちゃ気合入りません？娘の振り袖となったら、うん、めっちゃ気合入りま す、 ですよ、ね。私娘4歳ですけど、はい、考えますもんね。気付けてあげたいです。いいですよね。今から練習したらなんとかなっちゃうかなと思うんで、めちゃめちゃ上手くなると思います、はい、今から頑張ります。振り袖のレンタルを大阪高島屋さんのバイセルさん、バイセルさん史上初レンタルを始められたそうです。いっぱいあります。帯もいっぱい種類がある。本当ですね。すごい選ぶのが楽しいですね。確かに色珍しくないですか、この色。え、すごい。うわ、個性的な色合いで。そうですね、 いいですね。すごい、辻ヶ花。わー、小物もフルセットだそうです。ゾーリバッグも可愛いね。すごい、選ぶ楽しみがたくさんありますね。そうですね。お母さんがなんか楽しいですよ ね、 ね。すごいテンション上がりそうですよね。上がりそう。というわけで今回は2022年2月23日に本オープンした大阪高島屋さんの6階にあるバイセルさんでお買い物させていただきました。パーコさん、いかがでしたでしょうか。すごい素敵な絞りの着物をたくさん見せていただいて、本当に幸せな気分になりました。ありがとうございました。私もとっても楽しく見せていただきました。見るだけで楽しいですよね。そうですね。あとはちょっと細かなところとかも見ると失敗がないと思うので、はい、これからもっとよくよく体験して、はいはい、お金も楽しんでいきたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今回の視聴者さんとのお買い物企画はこれからも続いていくかもしれません。出演者さんは着物サークル素直の着物会で随時募集していきますので、よかったら概要欄コメント欄からサークルのホームページもご覧になってください。また別の動画でお会いしましょう。パーコさん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。